皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も異世界魔王と召喚少女で遊んでいきたいと思います。さあ、なるほどくんがですね、タイトル覚えきれないから今画面出してたわけじゃね、あるんですけどもまだ続くんでタイトル長いんですね、こちら。さあ、英雄召喚行ってみましょう。8時間に1回ですか、結構回せますよね。あ、すごい、アリシアちゃんの破片、あ、100枚、100枚集めないといけない。大体10枚ぐらいでいいんですけど、あ、そうでもないですか。ビビッドアミーさん10枚だったからですね、10枚だと思っちゃいましたけど、まあ確かに、放置少女さんとかあの辺とかは100枚とか120枚とかランクで違うんですよね、いただける枚数が。さあ、ログインボーナスいただきましょう。お、来ました、サドラーさん。狂信者って何ですかね、ものすごく怒り狂ってるイメージしかないですけど、バーサーカーみたいな。さあ、レベル上げましょうか。この方が喋らないんですかね。多分なんか爽やかな感じのお声な感じがイメージ的にありますけど、いやーみたいなですね。まるでなるほどくんみたいな、ゴニョゴニョと。でもわからないですからね、もしかしたら敵さんになる可能性もあるような感じの顔されてますけど。さあ、ではこちらを育てて、私はよくわからないですけど、まだアニメ見てませんので。デイリーも、いただいて、今回の美女さんはなんとですね、ウミミちゃんです。でも、これだけでもいいですけど、私はもう。ウミミちゃん喋ってくれない。タップするんでしたっけ？タップします。もう一回タップ。あ、言葉変わらないんですか。アンナちゃんは、ああ、なるほど。ちょっと皆さんの分もお見せしないといけない感じですか。私は頭ポンポンしてるだけなんですけどね。なんですって？好感度が上がっているレムちゃんだけなんで？あれ、アリシアちゃんも上がってる。あ、頭上がるんですか、これだけで。びっくりしましたけど。あ、でも交換上がっちゃうとあれですね。後でデートするときにお金、ダイヤが増えちゃう。まさか。てか、先ほど私はナルト君は頭ポンポンしてなかったことがバレてしまったぞ。さあ、ではですね。フレンドの方、ありがとうございます。わ、すごい。最初の方嬉しいですよね。この10万とか、食料とか。では今日は、まず、戦闘から行きますか。あ、メール来てますね。あ、遠征クエスト。そう、全然最近クリアできてないから。お、メールですごい。あ、すごいですね。ダイヤこんなたくさんいただけるんですか。500とか300とか。太っ腹ですね。さあ、では行きましょう。どうしますかね。シルビーちゃんでしたっけ。シルビーちゃんが言ってますか。お、勝てそう。いや、わからない。お、勝てましたね。じゃ次、レムちゃん。あ、残り体力がもうない。やられちゃった。私、なんか初回の時に捕虜になっていただいたんですけど、まあ、その後逃げられちゃいましたけど、未だに捕虜になっていただけないですね。お、増えていらっしゃる。レオナさんと、あ、これ全員レオナさんだった。あれ、お名前レオナさんなんですか。他のとこはいらっしゃらないですね。ランキングは、お、いいですね。大体こちら3種類あるんですけど、どちらも崇拝していただけますけど。わあ、いいですね、キャラクター。ちょっと見てみますか。お、シルビーちゃん。カラリーさんはシルビーちゃん。あ、ちょっと待って。あー、ウミミちゃんですか、今の。さあ、ではこちらも。いや、私カフェ大好きですからね。コーヒー大好きなので。今もコーヒーと、あとですね、ココア飲んでるんですよ、今日は。では召喚の塔行ってみましょう。
あー出てこられない。ダイヤ使いましょう。なんかダイヤ使ってるんですけど増えてますね、かなり。わ、一回も出なかった。では戻りまして、戦闘行きましょうか。時間限定クエストありますね。ちょっと回線してみましょうか。お、今何時ですか。お昼の1時ですね。いやもう最近たくさんの方からコメントいただいてまして、今上の YouTube サンマークも多分コメントいただいてるんですよね。でミラティブさんとかも私してますので、配信はしてないんですけど、先ほどソラさんの青鬼オンラインさんのフレンドマッチ参加させていただきました。いや、ソラさんお上手ですよね。ミラティブさんゲーム実況をされてる方多いですからね。で、他の方行ったらなんか、お休み中でしたね。今眠ってますとか。ミラティブさんずっと、なんか、眠っていらっしゃる方も配信続けられている方とかいらっしゃるんですけど、私はライブさせていただいてますけど、YouTube さんそういうのはあんまり見かけないですよね。たまに猫ちゃんのライブチャットとか、ライブチャットですか？猫ちゃんのお部屋をずっと何時間もライブ中で映していらっしゃる方とかいらっしゃいますけど、まあそういうのぐらいですかね。ミラティブさんなんか、お聞きしたら、つけてるとあれ、なんかポイントが何か増えるみたいで、それで結構いらっしゃるんですよね。つけっぱなしで配信されてる方。私は夜寝るときは東方幻想クリッカーさんをですね、ずっと開いて自動で戦闘していただいてますので。最近放置ゲーム多いですけど、クリッカーさんは画面開いてないと攻撃してくれないパターンですので、自動で戦ってはくれるんですけど、ですから夜中はずっとそちらをつけてますね。まあ、放置系ゲームはあれですね、戦闘しなくても経験値稼いでいただけますけど、レベル上がるともうほとんどレベル上がらなくなりますからね、経験値がたくさん必要なので。なんかオンラインゲームみたいな感じですけど。さあ、では飛ばしていきましょう。さあ、ボスまで来ましたね。さあ、レベルももうちょっと上げておきたいですね。さあ、またまたボスですね。ステージ数が多いですね。42ステージぐらいあるんですけど。お、まだ大丈夫ですね。さあ、クリアいたしましたね、悪魔の森。お、戦力加算と。次は旧魔族寮ですか。では、目標もちょっといただいておきますか。こちらですね、ログイン日数とかでいただきますし。あ、すごい。ちょっといいですか。たくさんいただいて。だから連打しちゃう。おお、これで魔力とかお金がすごい溢れてる。わあ、結構回数こなしてますね、私も。さあ、これで全部いただきましたかね。すごい。じゃあ英雄さん育てましょうか。多分サドラさんも強いんですよね。総合指数24ですので。ではレベルアップして、あ、足りない。ん？ランクアップ？あ、ランクアップ50からなんですか？ああ、そうなんですね。他のゲーム結構100から抜擢とかで110とか120とか上げられるんですけど、今97まで来ましたね。じゃあ100、あ、もうないんですか？お金がもしかして。お金あといくらですかね？ちょっとカフェで回収しましょうか。ただ能力上がるとですね、次は2分に1回の回収になるってことですよね。前まで1分だったんですけど、これでまた目標の回数がちょっと減っちゃうので、先に回数こなしておいた方がいいですよね。さあ、では遠征クエスト、サトラさんが出てきてほしい。いけますかね。さあ、私レムちゃんですか。レムちゃんレベル31だからちょっと、そうですね、あまり強くないですね。あー、また負けちゃった。さあ、では安心亭で安心なちょっとですね、美女さんにお会いしたいと思います。さあ、今日は海見ちゃんですけど、ランダムデートでまず行ってみますね。てい、お、シラちゃん、もうスキルも上がりますね。さあ、海見ちゃん来ます。あ、来ました。さあ、どんな感じでしょうか。
ちゃんなんですかね、ミミちゃん。後ろになんかリボンですかね。巻いてないから後ろにあるだけ。なんかすごい格好ですけど。いやー、いいですね。タップしたい。頭ポンポンしたら消えちゃった。いやー、いいですね。このズボンもなんかあれですね。なんか犬っぽいような感じを演出されてるんですかね。さあ、海見ちゃんはワンちゃんということで。いやー、私も猫カフェとか犬カフェとか行ってみたいですね。まあ何回見るんだっていうぐらい戻りますけど。まあただ私アレルギー持ちなので、多分マスクしてないとダメなんですよね。さあ、では、まだ未獲得なのは、こちらの方からですね。次、シルビーちゃんが多分一番早そうですね。メイちゃんまだお会いしてないですね。アリシアちゃんとかも。召喚の塔だからお会いできるはずなんですけど、ある程度順番なんですかね。ステージはこちらはまだステージでビドさん来られないみたいですので、今のところ召喚の塔だけでみたいですね。また今後ですね、新しい方来られましたらお見せしたいと思います。ではですね、動画ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。